のご恩にどう報いればいいかわからないわ。見返りのためにやったんじゃない。元気が出たなら何よりだ。ありがとう。バーナバス・バジルが世話してくれたおかげもあるわね。辛かっただろう。終わらせてやれてよかった。そうね、長かった。空腹よりも何が辛かったかわかる？愛する人たちを見ること、子供たちが年老い死んでいくのを見たことよ。もう家族はみんな死んでしまった。何十年も前にこの世を去ったの。私には行くところがないのよ。この家は大きい。敷地も広い。ここに住めばいい。本当に？あなたにそこまで甘えるのは良くないわ。でも。でも？長い年月を飢えに苦しめられてきた私が今望むことは一つしかない。ただ誰かのために食事を作りたいの。栄養があって美味しくて、スパイスのいい香りがして、みんなで食卓を囲めるような。それが望みなら何の問題もない。台所でバーナバス・バジルを手伝ってやってくれないか。彼の料理を食べたが名料理人ではないようだ。こんなに幸せなことはないわ。どうもありがとう。いや、こちらこそ。家に女性がいると助かるよ。それから昔、父が私の結婚持参金にするために貴重品を貯めていたの。私は結婚しなかったからそのまま残ってるはず。今の私には必要ないガラクタだけど、あなたなら私からの感謝の印に受け取ってくれないかしら。取りに行くならトラスタマラにある昔住んでいた家に行って。持参金は地下室の樽の中に隠してあるわ。樽はいくつかあるから、正しい樽に当たるまで一つ一つ調べてみてちょうだい。探してみよう。ありがとう。今までのことを考えると台所に立ちたがるのは意外だな。ワイトだった私を料理人として雇うのは不安かしら。人間に戻った今はもう少しいいものを作ってくれよ。もちろんそのつもりよ。料理は大好きなの。子供の頃からね。私のおばあちゃんが料理の天才で、牛肉の串焼きの美味しさは国中で評判だったのよ。屋敷を所有する貴婦人だったのでは？貴族の女性は料理なんかしないと？もちろんそうよ。最高の料理人を雇っていたし、だけど料理は自分で考えてた。料理人は私の指示で作っていただけ。ここでの暮らしは寂しくないか？まだわからないわ。囚われの身から解き放ってくれたばかりだもの。それに今は町へ行って知らない人と会う気にはなれないしね。ワイトの姿ではできてたのにか？ええ、でも家の人が寝静まった夜中だけよ。スプーンを探してたの。いつでも自由に生き方を決めていいんだぞ。この家に長く居すぎたと感じたらすぐ行ってくれ。恩知らずだと思われたくないわ。嫌ならいつでも引っ越して構わないというだけだ。ではまたな。気をつけてね。温かい食事を用意してるから、いつでも帰ってきてちょうだい。もう少し調べるか。変だな。ほう、これは綺麗だ。家の飾りに最高だな。